ウスティルーフは、ウクライナのボルイーニ州ボロディームイル地区にある都市。西ブーフ川、ルハ川の河岸に位置する。都市の高さは、海抜188メートルである。面積は4.03経平方メートル。人口は2205人、人口密度は547.1人経平方メートル。ウスティルーフは1150年に創建された。1653年に、 自治権を獲得した。1940年に市政施行された。市内では、ボロディームイルボルイン式駅がある。首都、キエフまでの直線距離は 453km で、あるが、鉄道で 506km、車道で 506km となっている。州庁所在地までの直線距離は 84km、鉄道で 150km。 車道で 90km となっている。ウスティルーフの日は7月12日となっている。ウスティルーフは元ブク川の水運を主要な産業とするユダヤ人の村であり、19世紀半ばには人口の9割がユダヤ人だった。第一次世界大戦後にはポーランド領ウシチュークとなり村から都市に昇格した。1939年のポーランド侵攻で ウスティルーフはソ連に支配され、ナチスドイツのポーランド総督府と国境を接するようになった。ウスティルーフのユダヤ人の一さんはソ連政府によって別の町に移動させられた。1941年には爆撃によってウスティルーフの8割以上の家屋が破壊され、約500人が死亡した後、ドイツに征服された。ユダヤ人は強制収容所に入れられ、 多くは殺害された。ウスティルーフは、イーゴリ・ストラビンスキーが1914年まで夏の間を過ごしたことで知られる。ストラビンスキーの母の姉であるマリアの先古夫妻は1880年代、初めに、ウスティルーフに、数千ヘクタールの土地を購入した。ストラビンスキーは8歳の時に家族と共に初めて、ウスティルーフを訪れ、いとこのエカテリーナと初めて会った。 大学を卒業した1905年に、ここで二人は婚約を発表し、その後は第一次世界大戦の始まる1914年まで、夏の間をほとんど毎年この地で過ごした。ストラビンスキー本人の設計によって家が建てられ、1908年から住んだ。春の祭典を含む多数の曲がここで書かれた。 二つの世界大戦で被害を受けたにもかかわらず、ストラビンスキーの家は現存するが、本来の設計からは、かけ離れたものになってしまっている。ありがとうございます。